こんにちは。ツイッターの株が 9% イーロン・マスク氏が取得したということで、ますますね、このイーロン・マスク氏のなんか支配力が上がってるなと。多分これ世界一強になってるんじゃないかなと思いますね、個人資産で。まあでもこれをね、またね、ツイッターで報告するところがね、今っぽいなと思います。このツイッターっていうのはすごく公益性を持ってますんで、 9% の株取得しましたよっつって、そうじゃなかったらね、これが元で訴訟になったりしますんでね。ちなみにね、ちょっと気になったところがあるんですけども、まあ、それはね、以前ね、その六本木ヒルズのなんかヒルズ族って言われてる方がいたんですけども、その国税からね、内部調査を、内定を受けたらしいんですよ。で、その時に話したんですけども、2チャンネルになんかこの年収20億をこいつは上げてるらしいぞっていうふうに書かれたのを見て、国税が来たらしいんですよね。これが何を見せるかってことなんですけども、今ね、ツイッターをはじめとする SNS も十分な証拠能力があるってことなんですよね。国税を動かすような。だから、例えば、なんかね、ビットコインで何百万儲かりましたとかね、書いちゃうと、それをもとに国税も証拠能力ありとして来るそうなんですよ。だからちょっとフェイクも書けないし、本当のこと書いてもね、それがなんかこう確定申告と同じ効力を持つらしいんですよ。なんかびっくりするところがあるなと思ったんですけども、でちょっと今ね、なんか話していて思いついたんですけども、この何ですかね、そうそう、この前誰だったかな、ガーシーチャンネルのガーシー、あの辺で暴露系 YouTuber っているじゃないですか。で、ツイッターのそのツイートとか、それから LINE のやり取りとかを公開してるんですけども、それも証拠能力があるっていうんで、なんかね、そこでね、麻雀で負けました、勝ちましたっていうのが、これが刑事検察能力に影響するそうなんですよね。だからこれからどうなるのか、そこを今度立花隆さんとか堀江さんとかがガーシーよ、なかなか面白いやつだから、今度政見放送でさ、別に NHK 党のこの人当選させてくださいみたいなことを制限放送するんじゃなくて、この人がこんなお金を動かしてますよ、綾野剛が17歳引行してますよっていうのを話したらどうなるかなみたいなことをやれそうなんでね。なんかその今 NHK でね、ずっとドラマとか出てる方も結構ね汚れてるみたいなん で、それを知っていて地上波で、こういったタレントを使うのかどうか、これ見ものじゃないかなと思います。6月の参院選はなかなか別の意味で面白いことが起きそうじゃないですか。ということでね、タイトルはイーロン・マスク氏 9% 株価取得なんですけども、そのインターネットに書き込むことのこのね、恐ろしさですよね。この辺がちょっと見え隠れしてるのかなと思いますね。いや、私はね、そんな妙なこと書いてないと思うんで大丈夫だと思うんですけども、ただなんですかね、根拠のない書き込みですらその証拠能力を持ってしまうということでね、もうデマがデマじゃなくなる時代が来るのかなと思いますね。まあ今日はそんなところですか。はい、じゃあ今日2つ目のニュースお届けしました。